ここもか。ここグーラを狙っている国は多い。誰がやったにせよ、人の暮らしにも心にも余裕がなくなっている証だ。滅が暴れ回らなくったって大して変わらないわね。生き残りいないんじゃない？光！ラウラ。大丈夫よ。母さん、どっかに逃げたのかもしれないし。任せ。
私。まだ新しい墓ばかりだな。この方が作られたのでしょうか。どうした。ねえ、この人のお墓も作ってあげない。そうだな。私、詳しいんですよ。あんまり気にしないで。出発だ。取り囲め。スペルビアの兵隊、親衛隊か。野党め、行けずに物色していたのが運の尽きだったな。え、違う、私たちは。何事です。
盗です。裏を襲ったのはこやつら。ドライバーのブレイク傭兵か。カグツチだって。兵長、この者たちの相手は私がします。あなたは急ぎユーゴ様に連絡。了解しました。おい、お前たちはカグツチ様を援護しろ。この者たちの力、これだ。これだ。キーフォーフリー。カッチャンス。星に乗るな。ダメだ。まだ強くなれる。私にはまだまだいられる。ユーゴ様が来る前に何とかしないと。細胞なあなたにはわからないでしょうけど、ね、単細胞ですって。動きを見ていればわかるわ。単調で知性も優雅さもない。人が手加減してやってれば。もう頭にきた。やめるんだ光、子供たちもいるんだぞ。なんて力。もしあれをまともに受けていたら。どう驚いたかしらって顔に書いてあるか。じゃあそういうことで。光、かすみ、わかりました。何この力。あなた、なの？何を。あいつは敵。アデルにやめなさいって言われたでしょ。聞こえてなかったの？この単細胞。
すごい拘束力。ブレイドの力を抑制するブレイドがいるとは聞いていたけど、それにアデルってまさか。双方剣を引いてください。この戦い無意味です。君は？お久しぶりですね、アデル王子。私の兵の失礼、お許し願いたい。なに、構わんさ。息災で何よりだ、ユーゴ皇帝陛下。ユーゴ皇帝陛下？紹介しよう。スペルビア帝国皇帝ユーゴ・エル・スペルビア陛下。スペルビアの皇帝、そんな偉い人がなぜこんな場所に。僕も立場的には似たようなものだが。思ってもいないくせに。わかる？やっぱり天の聖杯ですよ。スペルビアでも被害が出始めていてね、追っていた最中だったんです。僕たちと同じってわけか。しかし君が直々とは。本国は兄に任せています。なるほど、それで家具土とわだつみを。家具土とわだつみは帝国の宝珠、好機だ。それを率いて最前線で戦うのが皇位を継いだ者の責務。本来皇位は兄が継ぐはずだった。だが兄君にはドライバー適性がなかった。そしてあろうことか君が二人と同調してしまった。特別執権官、兄直属の者です。おお。私が戦場で死んだら家具土たちのコアを回収するよう命じられています。家族なのに。為政者ってのはそういうもんさ。でもね、これでいいと思ってます。国民を守るための戦いに身を置けるなら本望だ。そもそも剣聖を振るうのは好きじゃありませんし。全くもって同意だ。玉座に座りたがる奴の気が知れない。それゼッタ殿下が知ったらただじゃ済みませんよ。おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。お互いままなりませんね。そっとしておいてくれるだけで良いのに。怖いのさ、人間という存在が得体の知れない化け物かなんかに見えるんだろう。それが自らの映し鏡とも知らずにね。アデル王子、よかったら昔のようにユーゴとお呼びください。わかった、ユーゴ。では僕のこともアデルで結構。さて、お互いに情報交換と行きたいけど、場所を変えた方が良さそうだね。陛下のご座舟はいかがでしょうか。そうだね。ご座舟？どうかしたのですか、ラウラ様。私、そういう堅苦しい場所苦手なんだよね。ああ、わかるわかる。私もそうだもん。でしょ？そういうわけで、私は遠慮させてもらうわ。じゃあ、私も。君はダメだよ。もしかして、彼女が噂の？ああ、天の聖杯のもう一人、光だ。
本当はラウラの話も聞かせてあげたいんだが。私が見聞きしたものは全部シンが知ってるわ。ああ確かにそうだが。お願い、私の代わりに行ってきて。わかりました、私が同行します。よろしくお願いします。では参りましょう。まったく、お人よしね。適当にバサゴソッと。よっ。良い散歩になりました。さて、次はどこを目指しましょう。
料理には自信があるんだ。少し緊張してきました。香りはハートノートのイメージから。腕によりをかけるとしよう。私にもまだまだ学ぶべきことがある。もっと強くならなくちゃ。確実に骨を呪わされる。喧嘩うろうつ
ハンドエッジ。ハンドエッジ。まだまだ行くわよ。危ない。私が守りますよ。炎よ。これはどうだ。僕に任せて。心配しなくて。よろしくお願いします。ハイスチャンス。任せ。頑張って。強化してあげる。ブロックなしだ。まだ行ける。これならどう。燃料で補正。正直大丈夫。ラッシュ。自分のことは分かっています。リック。悪くない。リック。だらけだよ。無理をしないで下がってよ。このブロッサル、これはどうだ。マネーシーンに回って。そうはいかないよ。ダイブリングマスター。何払う。崩れろ。お前逃げてみろ。これはどうだ。3年間ラッパーズ。まだいい。ダイブリングマスター。守りできました。だらけですよ。かばって。何払う。よし。ダイナイトアタックメイソー。これはどうだ。だらけですよ。力を生かした戦い方をしてよね。腹をくくって戦いましょう。皆さんは私が守ります。あいつに集中させません。助かりました。反乱艦海岸が出てきたな。ハント、この勝負ライトに入れました。これはどうだ。俺の出番はいつでも行け。悪くない。ブラスコレギオン頑張って。みんなとならどこまでも行ける。援護する。諦めたと思いました。オーガンスラッシュ。私もまだまだ成長できるということか。
動攻撃を重視して。了解した。分かった。はっはっはっ。君のことが悪い。関連と、まだまだ行くわよ。行くぞ。これはどうだ。今が攻めたよ。リングマスター。今くたたいてるしょうがない。確かにもっとしっかりしないと。アデルっていつも見てるよね。偉いと思うけど。面白いもんを置いてるな。やめろ、メツ。構わん。アケディアの至宝、天の聖杯だ。カイソ・モルディナートが受けた天からの啓示、神の意向を模したものと伝えられている。ほう、なら今日から俺のことをそう呼ぶがいい。こんなまがいもんじゃなく、本当の神の啓示であるこの俺を。そなたの力がそれだと。悪かねえだろう。旗色が悪そうだな。バルトリッチが躍起になっている。聖火の後ろ盾も怪しくなってきたな。お前には関係ない。ならばここに来る必要もあるまい。ここだ。場所があったのか。わしと聖火しか知らん。これこそ我が祖ユディキウムの神髄。もっともこの装置それ自体は雲海の底からサルベージされたものだがな。おそらくは伝説の地モルスのものだろう。モルス。見ろ、これが人間の細胞を構成している物質の模式図だ。そしてこれがブレイドのもの。確かに似ているな。当然だ。元は同じ人間のものなのだからな。これ自体はさして驚くほどのものではない。だが同じものではないか。慌てるな。これは
コアクリスタル。そうだ、ブレイドのコアクリスタルには我々人間のものだけではない様々な動物の構成物質が模式図となって記録されている。つまり全ての生物の生命情報をブレイドが持っていると。それだけではない。まだ未分化の部位だが、これを見ろ。これはアルスのものだ。未分化のこの部分がやがてアルスへと進化することを示唆している。実に興味深い。これぞまさに神からの言葉。神の言葉。そう、お前が求めていたものだ。わしはこれを究明したい。神がこの世界で何をなさんとしてるのかを、それを手中に収め我がものとすることを。成果も同じなのか。どうかな。お前もそれを望んでいるのだろう。いいよ、手を貸そうじゃないか。お役に立ててよかったです。こういうことはアデルにやってもらいたい。適当にバサバサと。適当にバサバサと。料理をしていると自然と身につくんだよ。適当にバサバサ。
り過ごせません。そうか、この辺りを荒らしていたのはシアの部隊だったのか。ええ、本国が滅によって沈められたことで統制を失った部隊が多いようです。できる限り武装解除させているのですが、さっきの村のようなことも各地の惨状を目の当たりにしました。どの勢力も本来の目的を忘れて争っているようだな。それだけ世界に余裕がなくなっているということでしょう。様子を見てきましょう。ところでイーラの状況はいかがですか。国王陛下の賢明なる統治のもと安寧を謳歌していると言いたいところだけどね。内実はどこも同じですか。滅による破壊はイーラの領有にも及び始めている。本当なら我が国も援軍を差し向けたいところなのですが。無理しなくていいさ。そのためにアーケディアから彼女を譲り受けたわけだからね。そうか、君が。やはり次期イーラを使者を送って本当によかった。あなたが言うとシャレにならない。国元に波風は立てたくないのですが。ただの助裁です。影響力は皆無だ。そこで終わればですがね。コアの色は違うようだね。おまけに女性とは可憐という意味だよ。メツは屈強な体育をした大男だった。不安かしら。むしろその逆だよ。ブレイドの能力に容姿性別の関係がないことぐらい常識だ。君は抵抗軍のヒロインになれる。担がれるつもりはないんだけど。それでいい。君に頼みたいことはただ一つ。私の過ちを正してくれること。あの滅を葬り去ってもらうことなのだから。なるほど。辺境を平定し遠征軍の雄と謳われた彼が。ブレイドの暴走なんてこれまで一度としてなかったことだからね。アーケリアとしては公にしたくはないのだろう。抵抗軍への支援もわざわざアバリティアを経由させているくらいだ。それであなたのもとへ。宝刀王子だからね。僕はことを収めればそうも言っていられないのでは。よしてくれ。君と同じで権力に興味はない。終わったら隠遁して畑でも耕すよ。皇帝陛下、第三十人隊が帰還したようなのですが。何かあったのかい。妙なものを見たと申しています。傭兵崩れの集団が人目を避けるように移動していたとか。傭兵崩れ、確かに妙ですね。この辺りには
もう稼ぎどころの戦場も略奪できそうな村もないというのに。陛下のご上の通り、むやみに戦闘は起こさず、行く先を見届けただけで帰還したそうです。そうか、それで行き先は？村の外れだとか。村の外れ、墓場くらいしかなかったな。シン！そうか、